最近その MV を見返しとって STU のいいわって思った。なんか全部見返したんよ、1枚目から8枚目まで、うん、何が好きやった？せーので言おう。ちょっと待って、考えさせて。はい、いせーので、風を出せる声をしよう。おお、重いな。なんかその、ね、自分がなんか出とるとかそういうの抜きに、うん、あの MV だけ見て客観的に見た感じ、うんうんうん、超ザ MV って感じだった。おもこえはアイドルのミュージックビデオって感じ。風待つ、うん、やっぱね映像がなんかね、あれ綺麗よね。あれじゃんノーカットでやってるじゃんか、うん、めっちゃ綺麗でなんか感動する。あれを見たらなんか自分もあれに探しとったけど、いや頑張っとるよねあの人たちとか自分なんやけど、いやマジでね。しかもあれってドローンで全部撮影しとって、うん、そうドローンで全部遠くから追いかけて、そうそう、こう操縦でね追いかけて、で最後のあの大サビ前にドローンがついて、うん、ただカメラマンさんがここでドローンをキャッチして、うん、あ、そうそう、こうやって撮るっていうね。ドローンって持てるんよね。そうドローンをキャッチするんよね最後に。足生えてて、そうでもみんなのなんていうその全部のそうチームワークが一体化せんとできん、うん、そう、そう風とかもあるし、ね、そうあれってさ自分らだけじゃないよね、緊張しとるの絶対、うん、そうドローンのみんながみんな緊張感を持って撮ったって感じ。そうそう、あれが一番最初のミュージックビデオだったきにさ、うん、なんか大抵のことは割と乗り越えれる。あれと無謀がしんどすぎて私多分この先無謀以上にしんどい MV って出てくるんかなと思う確かにそれは分かる、うん、違う、無謀はね無謀なスケジュールだったよ結構あの全然全然日ぐらいから全然日ぐらいから。確かにそうよ、なんか MV なんか曲発売決定した次なんかその日に振り入れあったよね。その日だっけ、次の日か。そうだよ、うん、福岡で発表されて、うん、そしたら気づいたらレッスン場におったんよ。帰ってきて、そう福岡から帰ってレッスン場で振り入れして、 そう、でその日にバスに乗って香川に行って朝から撮ったんですよ。違うよ、ゴゴリバの千秋楽先にしたんよ。あ、先にしたんか。昼夜公演あってゴゴリバの千秋楽をしてからのもう一回その千秋楽後にレッスンしてしんどいね。で気づいたら香川におったその日に。しかもさ夜行バスで行ったよね。あれ夜行バスっていうか、そう夜行バスっていうかその自分らの車で行ったよねその朝日を撮りたくてさびっくりした夜中の3時とかだった、着いたらあれはしんどかったですね、うん、寝てなかったね、うん、1時間寝れるかなみたいな。確かに、そう、 なんであの時あんな大変だったかね。だから、うん、そこまで大変なことあんまないけどそうでも無謀はサビしか踊ってないから、イントロ戻っとるよ。あ、イントロ戻っとるかも。でもイントロはそんな戻っとるよ。めっちゃ踊っとったわサビじゃない、 A メロ戻っとるよ。あれ全部踊っとる。あれそうだっけ、うん、だってこうやってやっとるの映ってない。あ、そっか。まあでも無謀は割と覚えやすい振り付けだった。毎回寒い、うん、寒くないのって私ヘタレたちよぐらいの気がする。あ、でも1期生の人たちはさ多分ペダルとかが一番しんどかったかな。そうね、ペダルが寒かったって。寒かったっぽいよね。笑顔のチャンスは寒かったけど、まあ寒かった、耐えれる寒さ。でも私寒すぎてジンマシン出てきたからそう、なんか寒冷アレルギーなんかね。そうそうそう、なんかさ、もうおきちゃん足も顔も真っ赤になりつつやっぱ顔ブツブツで、これ大丈夫なんかな。冷たい風がね、うん、修正とかされてたらいいんですけど、私生写真とかめっちゃブツブツで大丈夫なんかなって思いながら。カイロって感じ。そうなんです。私最近直談判してるの、私にストッキング着用の許可をくださいって